やっほー。うん、こんばんは。お疲れ様、今日も一日。日本史上今日が一番可愛い気がする。マジ本当に言ってるの。カバン今日も楽しかった今日朝からまゆちゃんとね、共演者のやしろまゆちゃんと一緒に、ご飯に行って、え、今日充電大丈夫じゃない、そう、その言葉で思い出した。ちょっと充電器取ってくるから一瞬待っててください。抜いてきましたね。こんばんは。カラコンさ、今日静にさ出てみた。お疲れ様、ありがとう。玉ひよさん、タコいっぱいありがとう。金のタコ、目のとこめっちゃ目変わってる。そう、気のせいだと思う。でも今日ちょっと右目が腫れてて、なんか変なのかも。それで水煮でさ、これなんかめさ懐かしくて買ってきた。かわいいでしょ。今日も疲れたね。まゆちゃんと遊んでから今日は舞台に出てきた。集まる、くまありがとう。ベア、やっほー、やよいちゃん、やっほー、初見です、ありがとう。こんばんは。握手会受付中って書いとこ。会、オンラインお話し会受付中。そう、受付始まりました。握手会とさ、あれのオンラインお話し会と写メ会の受付始まりました。皆さん来て。横浜もね、1個完売してたからあと1個しかなくて、シャメ内になってるね。本当だ。握手会とシャメ会撮ってみました、よろしくです。ありがとう。横浜売り切れてた。そう、びっくりした。びっくりしたってなんだよ確かにびっくりしたよ。もうでも初めて握手会行く、嬉しいね。横浜も1個完売したのであと1個です。あと一部しかないから急いでください。ジュリジュリー、ありがとう。 I love you。 そう、支払い忘れの方がいましたね。今回がラスト、どういうこと。確かに横浜はあれかも、もうあと一個しかないから結構お早めになってきましたね。横浜行くね、待ってるね。みなちゃん推しで舞台経由で初めて配信見に来た。そういう人が言っても OK。 もちろんだよ。また写メ内になってるじゃん。写メ会に直したのに、なんで。
もちろんだよ、嬉しい。いや本当にいっぱいいろんな人に来てほしいから、本当にマジでも本当に名前しか知らないっていう感じでも来てくださいぜひ。教授さんありがとう、 I love you。 治ってるよ、ありがとう。写メ会に戻った、わありがとう、よかった治った、嬉しい。行きたいけどどうしよう、行きたいどうしよう、来てお願い。お願い来て、本当に初めまして大歓迎。もちろんいつものあ久しぶりみたいな人も大歓迎なんですけど、メール取りました、嬉しい。え、取ってくれて嬉しいのにさ、今日送り忘れた、23時までなのにごめん、本当に取ってくれたのに。すぐ送る、明日の朝すっごい音する、怖い。こんばんは、横浜看板おめでとう、ありがとう。え、ありがとう、本当に嬉しかった。ヨイちゃんのラブアッシュがかっこよくしすぎて行きたく、嬉しい、ラブアッシュやりた。今若がやってるじゃん多分。ちょっとなんかしおりさんと仲良くなってて、うん、やおいまーみたいな。寂しいよ、一面。横浜舞台のか見に来た人が撮ってくれたから完売出たのかな、嬉しいな。そうね、クールなリオちゃんを見てさ、知ってくれた人はさ全然雰囲気違うと思うけど、それでもよかったらぜひ皆さん来てください。来てね、待ってるよ。今日なんか楽しかった、毎日楽しいけどね。最近初見寒い気がする。え、それな、え、さっきさ服どうしてるのって来たんだけどさ、服今マジでなくてさ、全部もうお家に送っちゃってさ、2着ぐらいしかなくてさ、2着とこのパジャマだけで生きてるやよい。やばいよね。りょうちゃんのセリフやってってリクエストが多くなりそうな服しかね。言うよ、いっぱい、いくらでも言うよ、あなたのためだけに。ゆいちゃんの握手会は購入済みだけど、オンラインはまだなんです。オンラインはね、めっちゃいいよ、ハマる。ゆうもさ、アイドルさんのオンライン行ったことあるんだけどさ、なんかね、すごい近いからさ、まずこの距離で話せる感じがするし、なんか名前呼んでもらえるし、絶対呼ぶし、名前オンラインだったら表示されるからさ、絶対呼ぶじゃん、呼ぶし、あとめっちゃコスプレとかするし、いいよ。しおりさんの M 公演美しくてやばかっただろうな、見たかった、あの衣装めっちゃ似合ってた。え、そう、顔と名前一致させれるのよ。やよーちゃん、こんばんは。オンラインはね、そうそうそう、オンラインはねお話できる感じするからね。今エアオンラインお話帰ってください。やっほー、なんとか来てくれたの、わあありがとう。ちゅこんな感じです。ふざけた、ちょっと。やうちゃんのことまだ全然知らないけど、お話し会ってみたい。え、来て来て、お話し会で知ればいいから、お話し会で何でも質問に答えるから、ぜひ。インスタに上がってたカフェの写真、あれは誰と行ったの？あれはね、ママと行きました。東京にいすぎて東京の女になってしまってますか。まあそりゃね、ちょっとはなってるんじゃないですかね。ほんまになってるかもしれへんで、
もうほんまに東京の女になってしまったわ。こんばんは。母さん舞台見に来たん？来てないよ。稽古期間中に一回ね、遊びに来てくれた。関西弁で言ってる。そうやで。いやもう大阪の女になったから、よろし、大阪の女な、大阪の女やね、もともと東京の女になったから、よろしくみんな。嘘つけって感じや。関西弁あり？こんばんは。今日やうかつでカフェ行ったけど、おしゃれすぎて入れなかったよ。そんな日もあるよね。ありがとう、言ってくれただけで嬉しいよ。いよいは最近血管がね、めちゃくちゃね、青いんですよ。それだけ。東京行って可愛さレベルアップして、え、絶対嘘やで、めっちゃ太ったもん。えい、顔とかプニプニじゃない？嫌やねんけど。桜神宮でリボンのお願いみたいなやつ書いた？書いたよ、書いて結んだ。探してみて。タムタムさんありがとう。タコタコタコ、お豆腐グミ食べてます。お豆腐グミ食べて。こんばんは。東京行くと太るっていうか、お母さんのご飯食べれないからじゃない、多分。なんかね、いつもだったらママのご飯とか食べてたらそんな太ることはないじゃん。でも買ったりとかしてるから太るんじゃない、多分。東京だからっていうか、一人で住んでるからじゃない。めっちゃやだ。まあでも公園出てないのもあると思う。めちゃくちゃ公園大切だなって思って、今日ジャンプしたんですけど、ジャンプした時に、なんか体重いって思って、公園出れないこのままじゃって思って、今めっちゃ格闘してますね。踊れないよもうって思って、どうしよう。まあ公園始まったらでも自然に痩せるから、青春ほんとしんどいから、1回やったら1キロ痩せるから、3回出たら3キロ痩せるから、いっかって思って、まあね。ヨウさんのいる青春いつ見れますかね。いつなんだろう、まだ全然決まってなくて、体力も落ちてると思う。どうしよう。吉村哲也さん I love you、 ありがとう。 I love you。 ふう、久しぶりの青春はやばい。え、やばいよね絶対。もう本当に公園、次公園出た時はもうバタンって倒れちゃうよ。どうしたらいいんだ。こんばんは、はじめまして。はじめまして、あげる。舞台見てから気になっててきました。え、嬉しい、超嬉しいよ。集まるファイト、ありがとう。ファイト、こんばんは。ねえ、なんばらも出たいよ早く。うちもこの年になると嫌やねんけど、現実見えてきたわ。なんやこの、ついこの間までは恋の理想中かな、覚えてるもんやな。あれも嫌、これも嫌って彼氏を原点式で見とったんやけど、意外と覚えてるな。よかった、出れるわすぐ。明日小雪も行きます、待ってるね。ちょっと小雪もの肝が星にされちゃうの、ちょっと
やー覚えてるのすごい。ね、よく覚えてた。黒髪いいですか。これもやだから証言停止決めだったんやけど、19歳を過ぎて覚えました。妥協中も、はあ、しもたな。あそこで手打っといたらよかったかな。てん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 、激しい夏が過ぎて2度目の恋が終わりって感じ。よかった覚えてた。握手会釣ってくれる。もちろん。一本釣り、あんちゃん一本釣り。小池かわいい、嬉しい。小池ね、やってたのよ。やったのよ。やったから覚えてるけど、やらなかったら覚えれないかな。いや、めっちゃ練習したから覚えてる。死ぬほど練習したからめっちゃ覚えてるかも。今日青春見てたの、 DMM で休憩時間に。めっちゃみんな可愛かった。結構前のやつ、みんな可愛いなって思って。あ、リサにあのカリキュラムの手が低いよって言っといてください、皆さん。しんどい。社務会の日昼過ぎまで7部の枠に追加されますように、お願い。社務会皆さんがさ、もうちょっと取ってくださったら増えるかな。ワクワク。完売したら増えるかな。直接言ってください。直接言うか、言うの忘れてたからさ、もう治ってるかもしれないからあれなんだけど。はじめまして、えおいちゃんの握手と写メ会行くのでよろしくね。待ってるね、嬉しいな。カリキュラムの手が低いよって。以上です、私からは。写メ会って、シャメ会までにちょっといや、もう取り戻さないと、あの細い自分を。声、リオちゃんのポーズって何なの。あ、早く会いたいな。ね、握手って1枚何秒ぐらいですか。何秒ぐらい？やってる側だからね、分かんないのよね。皆さん体感何秒ですか？缶バッジ5個買ったよ。すごい、ありがとう。10秒くらい？10秒か。だそうです皆さん。体感3秒。それはそう、それはこっちも早いなって思ってる。握手は10秒、オンラインは15秒。オンラインの方が長いんだ。だってお得感はありますね。じゃあ物もらい、違うの、物もらい切ってさ、切ったんですよ。2回も切って、内側からも外側からも切ったんですけど、なんか傷跡が治ってなくて腫れてきちゃうんですよね、こうやってたまに。だから今めっちゃ目腫れてるけど、気にしないで、もう治ったから。切ったのやばくない？
結構腫れててさ、なんかでもめっちゃ前なんですよ切ったの、超前なのに全然治んなくて、今こういうことになっちゃってて、すごいまばたきしづらいからちょっと閉じとこっかな、もはや。インクしてようかな。花と夢創刊50周年、すごい。花と夢おすすめ何？花と夢って何があるんだろう。ララとかですか？ララの雑誌のやつとか。逆に教えてほしい、何があるのかな、花と夢文庫。夕はよくマーガレットとかリボンとか読みますね。この前のはデザートだったけど。ゴールデンウィークか、今ゴールデンウィークなのね、今は。なるほどね、大変だわさ。少女漫画めっちゃ面白いよ、癒し。今読んでるやつがめちゃくちゃ面白いから、もう早く新刊出ないかなと思って。大阪公演本当に楽しみ、早くみんなに会いたいです。ゴン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 、舞台楽しみにしてます。待ってるね、ありがとう、嬉しい。磨いとくやよ、もう毎日。明日も2公演あるし。東京から大阪に遠征します。そうなんだ、嬉しい、嬉しいね。大阪公演の席は明日発見できる。そうなの、めっちゃ嬉しいし、なんかチケット来た瞬間感じるよね。舞台本当に楽しみです。嬉しい、待ってるね。東京も行きたかった、全然。大阪待ってるね。結局行けなかった。当日券もあるよ。舞台見て天草りおちゃんに教えしたらごめんね。まあ、リオちゃんならしょうがないかな。 TT ホールもね、かりんさんのさ卒コンで客席座ったことあるからさ、あそこかーって感じする。めっちゃ卒コンって言っちゃったやべ、もうごめんなさい、ソロコンだ。ソロコンって言った？なんかみんな卒コンって間違えちゃわない？なんか多分ソロコンってないじゃん、あんまり。なんか卒コンってさの方がさ言いやすいじゃん、よくよく言うのは卒コンだからさ。みんな卒コンって言っちゃってるよね、大量にみんな卒コンって言っちゃってない？あ違う違う、ソロコンだみたいな。ご本人卒コンって言った？言ってたか、ソロコンね。ご本人さんもさ卒コンって言ってたしね、ごめんなさい。ソロコンね。卒業してません、かりんさんね。ドキッとするよね、こっちささらっとさなんか間違いで言っちゃってもさ、皆さんドキッとしちゃうよね。なんか匂わせとか思われたら最悪じゃない？みたいな、卒業すんのみたいな。違います、本当にただの言い間違いです。ソロコンね、ソロコン、本当に怒られちゃう、やだよ。そんなもっと泣いてるからよ、そんなさらっと言えない、こんな号泣しちゃいます、もっと。そう、カニさんのソロコンの時に座ったから。なっちゃん推しでやうちゃんのこと知りました、嬉しい嬉しい、仲良くなれてやうも嬉しい、やうの方がさ嬉しい。
東京行って一人ぼっちの時になっちゃんが仲良くしてくれて、本当に。ゆうさんの NMB の推しは誰ですか？もう後にも先にもはるかさん。でもはるかさんはね、なんか推しとかじゃないの、尊敬してる先輩だから、推し面みたいな言葉で片付けられない部分はちょっとありますね。なんか本当に尊敬してる先輩って感じ。よいしょかな。他のグループに推し面いますか？めっちゃいるよ。乃木坂46の柴田優奈ちゃんっていう子が推しなんですけど、私のあとはでもなんだろうな、 AKB さんの大森真帆さんとか推し面って感じですねかな。本当にただのドルオタ的なことで言うと、もうイコラブの野口伊織さんをずっと結構ずっと推してるんですけど、あとハロプロさんのお茶の間さんの田代すみれさんも推しって言ってるんですけど、AKB さんの19期さんって気になることかは、なんだろう、花田芽衣さんバチ可愛いなって思って、でも私河村ゆいさんがバチ可愛いだから、もう河村ゆいさんが気になりますね。めちゃくちゃバチ可愛いなって思って、そう語り出したら止まらない男。いやマジで本当にマジで本当に本当にマジで本当にマジでマジで本当に、もうお茶の間さんのねライブにやっと行けるって思ったんですよ。6月9日京都、わ行ける嬉しいって思ったら、自分の握手会あるって自分の握手会あったんですよ。これ2回目、じゃあ3回目なんですよ。こっちはお茶の間さんのライブと自分の握手会被るの3回目で、もうことごとく潰れていってるんですよ、もう私の夢は。でもまあみんなに会うのも楽しみだからなーって、すごい複雑な心ですね。休まないから安心して本当に。そう、しかもそう、明日もね大阪なのかな、お茶の馬さん。あ、私東京にいるよって思って、東京のやつも もちろん行けない日程だったから、その日は体調不良、最悪ダメだよね、絶対体調崩さないから本当にね、すっぽかしてお茶の間さんのライブ行ったりしないから安心して。眠たいよね本当に。前も写メ会の日と同じだったんだよな。行きたいな、ライブ行きたいな、めっちゃライブ行きたい。めちゃめちゃライブ行きたいね。真似だと言ってた。今日青春 DMM で見たから100年先でもが頭から離れない感想が。
握手会初めてやけど何喋ったらいい？え、何でもいいよ。もうインスタ見てますとか見てる前提にしちゃったけど、インスタの話でもいいし、どこの服が好きなのとか、どこのコスメが好きなのとかでもいいし、アイドル何好きなの、漫画何好きなの、アニメ何見るのとか、今日のご飯何食べたのとか、何でもいいよ。可愛い服着ていくから、それどこの服なのとかでもいいし、そろそろ寝ようかな、そろそろ寝ましょうかね。6月にゆなちゃんのライブあるみたいで、行きたいな、行こうかな。ワンピース知ってますか？知ってはいるけど詳しくはないですけど、勉強してって言われたら勉強しますゆっくり寝てください。ありがとう、寝るね、頑張ってね。ありがとう。明日はね、2回公演なので明日も頑張ります。明日はね、ちょっと楽しみ、コーンスープ飲むって決めてるの明日知らんがなって感じよね。はい、頑張ろう。明日も、今日も皆さんお疲れ様でした。本当にね、明日からまた いいルーティーンを組んで頑張っていきますよ。ほんと、ちょっとファンクラブだけ後で更新しようかな、ごめんね。頑張ってください。ありがとう。おやすみ、おやすみ、おやすみ、ありがとう。はい、あのあれね、ランキング読むね。なんか今日さ、やっぱウィッグかぶってたから前髪がニョンってなってるね。ニョンニョンニョン、よいしょ。いっぱい寝るよ、お風呂入って。それではランキングを発表したいと思います。13位野原しんのすけのすけ、12位修造さん、11位しろちゃん、10位くつひもさん、9位味方町さん、8位たむたむさん、7位吉村哲也さん、6位くらぽん、5位教授さん、4位たまひよ、3位ジュリジュリ、イエーイ、2位よしよしさん、ふう、1位あつまるです。ありがとう、みんなさん、ありがとうございます。ありがとう。握手会、写メ会、オンラインお話し会、皆さん申し込んでください。明日の12時までです。配信ありがとう、ありがとう。こちらも、こちらこそ見に来てくれてありがとうございますね。完売増えますように。それでは明日も頑張ろう、みんなでグータッチおやすみ、バイバイ、切るね。